はい、こんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッション、コンガ編。この動画では、コンガのリズムパターンの作り方について解説していきます。はい、これまでやってきた、オープン、クローズ、スラップ、3種類の基本の音を組み合わせることによって、リズムパターンというのを作っていきます。なんで、まあ、これらをですね、適当に叩いたら、なんとなくのリズムって叩けてしまうんですけれども、いかんせんこのコンガのリズムパターンっていうのは、ワンパターンになりがちだと思うんですね。で、いろんな曲とかいろんな音楽ジャンルで演奏するってなった時、まあそれに最適なリズムのアプローチっていうのをですね、できた方がいいと思いますので、ぜひこの動画でマスターしていただければと思います。で、コンガを自由に演奏するっていうことを何か自由に言葉を喋るっていうことに例えるとすると、今までやってきたオープン、クローズ、スラップ、これらが叩けるっていうのはですね、言葉で言うあいうえおの母音が発音できるくらいの段階だと思っておいてください。で、ここから、一つ一つの文字を学んでいって、文字を組み合わせることによって、単語にして、フレーズにして、文章にすると。で、下方編でも、言ったんですけども、こんにちは、お元気ですかと。こう、文章になったらですね、何か意味を持ちますよね。で、誰かとコミュニケーションをすることができます。で、こう、思いついたフレーズ、喋りたいフレーズを自由に喋れて、誰かと、意思疎通ができるっていうことが、まあ、コンガでいうですね、リズムパターンが叩けて、誰かと一緒に演奏することができるっていう段階です。なので今回はそのフレーズの前段階ですね、一つ一つの文字っていうのを覚えていきます。はい。これらがリズムパターンを作るための一つ一つの要素、文字になります。A から P まで、全部で16文字ですね。各文字が1、2、3、4の4つから構成されていて、この黒丸と白丸の、まあ、入り方が16通りあるという感じです。で、今回の場合、この丸のところにオープントーンとかスラップトーンを当てはめていきます。で、この文字っていうのはですね、パーカッションやる上でも一生使えるものになりますので、もうぜひこのままですね、丸っと丸暗記しちゃってください。はい、では実際に今回を叩いてやっていきましょう。まず文字 A を見てください。1,2,3,4 の1が黒丸、2,3,4 が白丸ですね。で、まずは黒丸をオープントーン、白丸をクローズトーンで叩きます。で、手順は右左右左ずっと交互に叩いていきます。で、右から始めても左から始めてもどちらでもいいので、まあ、叩きやすい方で叩いてみてください。で、A の場合ですね、1がオープントーン、2,3,4 がクローズなので、となります。で、これをずっと繰り返すと、となるわけです。では続いて B は、1、2、3、4の2がオープントーン、それ以外がクローズトーンになります。1、2、3、4になりますね。1、同じ要領でどんどん見ていきますと、C は3がオープンと。D は4がオープンと。続いて E は1と2がオープンとですね。F は2、3がオープンと。G は3、4がオープンと。H は1と4がオープンと。続いて I です。1と3がオープンと。片方の手でずっとオープントーンを叩いてる感じですね。で、反対に J は2と4がオープントーンなので、こうずっと裏をついているような感じです。続いて K です。ここから3打オープントーンになりますね。1、2、3がオープントーンなので、です。L は2、3、4がオープントーンなので、M は1、3、4がオープンと。1、
N は1、2、4がオープンと。O は1、2、3、4すべてオープンと。最後 P はですね、全部クローズトーンですね。これで全てになります。はい、では続きまして、今やった16文字を、これら順番にですね、つなげて叩いていきます。で、今回は各文字を4回ずつ叩いていきます。A を4回叩いたら、次 B を4回、次 C を4回、D を4回っていう感じですね。ぜひやれる方はですね、これ見ながら一緒にやっていただければと思います。それではいきます。What, D, for, what, D, for, what, D, for, せーの、A。はい、いかがでしょうか。これらの文字っていうのがリズムパターンを叩くための一つ一つの要素になりますので、この文字がですね、しっかり叩けないとリズムパターンにしたとき、まあなんとなく不安定というか、まあぼやけたリズムになってしまいますので、ゆっくりからでいいので確実にはっきりと叩き分けられるように練習してみてください。はい、では次は各文字の黒丸をスラップトーン、白丸をクローズトーンで叩きます。で、ゆっくりやりますので、ぜひ一緒にやってみてください。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、せーの、A。はい、これもさっきのオープンクローズと同様に確実にできるゆっくりなテンポから始めて練習してみてください。で、コツとしてはクローズの時はもうほとんど腕上げる必要ありません。まあ5センチくらいですかね。で、その代わりスラップする時はしっかりとこう腕の高さを持ち上げて落としてあげる。で、こうすることによってクローズの時とスラップの時の音の差っていうのがはっきりと明確に出ますので、慣れてきたらですね、この腕の振り幅っていうのも意識して練習してみてください。はい、では長くなりますので、今回のレッスンは一旦ここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。
次回の動画でですね、具体的な組み合わせ方っていうのをやっていきますので、今回やった16文字っていうのを確実に覚えて、確実に叩き分けられるように、練習してみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションの有益情報やレッスンなどを配信してますので、チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。